はい、こんにちは、トイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はガチャのサウンドライドウォッチの第4弾、はい、見事ねこちら2回回して、はい、運よくマッハとメテオ出てきました。本当良かったです。まあ、ガチャだからね、運悪ければひたすら回し続けるっていうのがあるんですけど、なんかね運使い果たした気がします。てなわけでね、こちらのカプセル、はい、開けていきたいと思います。はい、フィルム開封しました。まずはね、ミニブックから見ていきましょう。今回のね、GP ライドウォッチの04なんですけど、ラインナップが、フォーゼ、ファイズ、マッハ、メテオ。で、フォーゼとファイズのキラキラメッキバージョンの全6種です。はい、ではね、まずマッハの方から。で、後ろのね、認識ピンが、番号、V-047、こういったピンです。で、回転はせず。で、抜きます。ライドウォッチ。ではね、ボタン音声いきます。マッハ。燃える炎のバイクライダーは、マッハだ。アーマータイム。マッハ、マッハ。必殺。はい、以上です。はい、時空ドライバーモードで連動はね、また後ほどやります。で、続いて、メテオ。このボディがいいね。はい、番号が V-044 で、こういったピンです。では、行きます。はい、以上の音声となります。まあ、やっぱりね、このベルトの音声入ってるのが非常に嬉しい。では続いて時空ドライバーと連動いきます。で、連動の音声なんですけど、単発の音声、そしてジオとの組み合わせいきたいと思います。メテオも一緒です。
はい、そんなわけでね、メテオとマッハのライドウォッチ、まあ、あのフルコンプじゃなくてね、まあ、この2種が一番欲しかったんで非常に嬉しいです。ただね、あのベルトに装填した時に、まあ、こっちがフォーゼでこっちがドライブっていう、まあ、個別はなかったんですね。うん、意外に驚き。そう、ローグとブレイブもそうなのかな。うん、そちらはね、あの一応知り合いがね、その2個押さえてくれたみたいで、はい、いずれ会った時にね、はい、引き取ってきます。で、その他ね、ちょっと食玩ももうね、入手はしてたんだけど、全然ちょっと忙しくてやってなかったんですが、まあ、これもね、やっていきたいと思います。エボルト、スナイプ。はい、そんなわけでね、簡単ではありますけども、以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。まあ、続いて、おまけコーナー。Shut up!